はい、皆さんこんにちは。ということで今日はね、光の冒険戦の、アドリンを、紹介していきたいなと思います。一応もうね、動画撮ってあるんで、それを見ながら、ちょっとした紹介みたいな感じになると思います。で、アドリンっていうのは、光の冒険戦の、回帰1のところで、やってると、クエストクリア時にたまに出てくるクエストとなっております。で、それをね、川西さん、声優の川西さんとやったやつがあるんで、それを見ながら、紹介していきたいと思います。はい、ということで編成は、孫悟空、マトリ流行、マトリ流行、孫悟空みたいな感じになってます。順番はあんま気にしなくても、マトリ流行、孫悟空みたいな感じでもいいと思うし、はい。で、ダメを対策していて、ほんで、ラウドラバリア、いわゆるラウドラバリアで、4から5ヒットぐらいのラウドラバリアになってます。はい、なので、4回ヒットしてからじゃないと殴れないみたいな、ダメージが通んないみたいな形になってます。バリアがね、外れるので。はい、で、こういうふうに、これちょっと1手で抜けられてるけど、順番に最初のセット倒して、下2体倒して、残りの、交通整備のやつを倒すみたいな。打つ方向ね、を制限してくる、雑魚なんで、はい、そいつを倒していくっていうわけで、これも上セット下セットみたいな感じで、雑魚を倒します。やっぱスピードアップ積んでるからね、だいぶスピード乗るんで、大体わちゃわちゃしてても倒せたりする。孫悟空にいたりとかいればね、わちゃわちゃしてたら倒せたりもするし、マトリ流行スピード型なんで、超スピード型にすればなお楽にはなるかなっていう。実際これ俺のマトリ流行は、超スピード型になってます。はい、ゲリラの日とかね、最近あったんで、それで持ってる人は使ってもいいんじゃないかなっていう感じはします。はい、で、出てきたドリケルトプスが防御ダウンしてるんで、そこから殴っていくというね、感じですね。はい、なので大体順番にやっていく感じのクエストになります。防御ダウンさせなきゃいけないから、防御ダウンしてないやつを無理くり狙うみたいなのはあんまり、やらなくていいんじゃないかなっていう感じですね。こんな感じで、別に回復とかはしないんで、倒していけば大丈夫です。で、この時ね、ちょっと初見だったから、ちょっとね、ビビりながらやってるんだよね。はい、ちなみに川西さんね、声優の川西さんと、やってます。はい、ちょっとこれはね、バンドからで、やっぱほら、ネクロンも防御ダウンしてないからあまり入んない。先に、このスピードアップの、やつを倒して、ネクロンと左のやつを倒しに行くと。はい、で、これがね、地味にね、やっぱ嫌だよね。このこっちに打つと弱くなるよシステムね。で、一瞬忘れたりするから、これなんだっけ。なんで、これは横で行きますけど、とりあえず、その青い方向に打たなければ大丈夫と。はい、で、ここで防御ダウンするんで、ここからネクロンを倒して、先にネクロンじゃないと蘇生しちゃうんで、先にネクロンを倒していくと。縦でも横でもここはいけそうな感じですかね。ちょっと残ったね。で、こうなると蘇生されちゃうんで、左側のやつがね、先にネクロン倒してからの方がいいと思います。はい、ただね、絶妙なんだよね。薄すぎても届かなかったりするし、つけすぎてもあと一発残して倒せないとかもあるし、結構際どい、調整が際どいよね。横に入るのが一番楽なんだけどね。縦とかだと結構、見誤るね。これ、ね、残り微妙に足りないみたいな。もうそれか、終わって帰ってくるとかね。一番もったいない、ね。だこういうのが結構起こるんで、横に入れるのが一番削りやすいのかなと
思うけど、はい、でこっからこれもなんか微妙に残んじゃなかったかな、ちょっとね角度がつけすぎたのかなっていうところで、このバランスよね。だからこれだから何回かやってくればなんとなく分かるんだけど、はい、ちょっと初回だったんでいまいち感覚がつかめずみたいな、あいつ爆発するんじゃないかなちょっと思いながらビビりながら打ってるっていう、倒さなきゃやばいのかなみたいなね。で、ボス戦ですね。いよいよアドリンのボス戦です。でボス戦も大体同じ感じで、まあ、ザコ倒してボールダウンしてアドリンを殴っていくっていう、これ間に入れればこのまま倒せちゃうんで、縦打ちでもね、全然倒せます。ちょっと引っかかってるかもしれないから、まあ、このシーンだとちょっとあるかもしれないけど、はい、間に入って倒すとかがいいのかな。まあ、孫悟空いるんで結構加速して、なんかノリで倒せてるところもあるかなと思いますけどね。うん、はい、でこれもまあ、雑魚を倒してもいいし、もうこれ1段階目でマトリリュークを打っても、まあ別に悪くはないよ、はい。まあ、このしっかりめにネクロンから処理してます。だいぶ丁寧にやってます。で、まあ2段階も溜まって、まあ、川西さんのリュークも溜まってるんで、まあここからは、まあどういう風にいっても、まあほぼ勝つでしょうって。結構普通にこれでも削れるんだよ。キラーが刺さってて削れてます。マトリリュウコのキラーが刺さっていると、はい、これ多分抜けるね、このままリュウコ SS 打ちたいけど、まあこれはもう普通に抜けれるんで抜けるね。なんか挟まるんじゃなかったっけ、違うか、まあ、挟まれしないか、はい、次かな。これで、なんか挟まっても、なんかちょっと持ってってた気がするんだな。まあ、ノリで打っていく感じで。ああ、ちょっと挟まって持ってってた、はい。で、こっからは、まあ、次のターンは防御ダウンしてないから、まずは、一回防御ダウンさせに行かなきゃいけないね。雑魚処理して防御弾させに行く。ここでもまあ簡単なんだよ、ここはね。斜めでバーンってぐるぐるすればいいんだけど。はい。で、ゲージ半分ぐらい持ってってるんだ。これがスピードアップで、はい、ガッツリ持っていきますよと。で、もうこれ SS 打てるんで、2段階目。川西さんは SS 打ってもらうという感じですね。これ SS 打ってくださいの、グッチもね。今ですよ、みたいな。打てますっていう。でこれで、はい、バリアも削って、もう上から、バチーンと。はい、2829万。まあ、ほぼこれで倒してるんで。ゲージ丸々残りちょいみたいな感じになってます。あとはまあもう何でもいい、一応俺あんま3億使わないから一回 SS 確認してるけど、はい、まあこういう感じで終わるということですね。はい、まあ仕組みが分かりさえすれば、そんなに難しくもないのかなと思います。はい。まあ、やっぱ、マトリリュークを使ってるから、結構途中簡単になってるのもあるけど、うん。まあ、例えば、卑弥呼とかでもいいだろうし、うん。いろいろ使えるやつは多いかなと思います。で、アドリンボスドロップで3体で、スペシャル報酬、スピクリとノーコンで、1体ずつなんで、1回で、5体手に入る。
計算ですね。で、宝釣りのスペシャル2倍で、全部で7体一周で落ちるっていうような形になってます。はい、ということでアドリンこんな感じでやってきました。マルチでね、あのクエストみんなで回した方が遭遇しやすくなるかなと思うんでね、はい、行ける回数が多い方が、まあ、遭遇しやすいと思うんで、みんなでまったり、まあ、我々ね、ベイビーちゃんと小西さんと、パルチさんと俺で、クエストを張りながらまったり楽しんでます。はいということで、他のクエストもね、じわじわ上げていきたいと思いますので、チェックしていただければと思います。まあ、こんな感じで動画上げてるんで、チャンネル登録、高評価、コメントね、待ってます。ありがとうございます。ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。